こんにちは、にちゃん放送局です。突然ですが皆さんは、ゴキブリに対する耐性はありますか？今回紹介するスレは、10億円をもらうか、ゴキブリを自由自在に操れる能力を得るかだったらどちらを選択するかというスレです。たびたび登場するコックローチキングとは、ゴキブリの英語名がコックローチであり、そこに虫キングからキングを取った造語だと思われます。視聴者の皆さんであればどちらを選択するか、考えながらお楽しみください。それではご覧ください。10億円オア、ゴキブリを自由自在に操れる能力、コックローチキング。どっち？地球上にいるゴキブリなら自由自在に操れる。視覚、聴覚、触覚共有も可能。10億。ゴキで。コックローチキング。ゴキ。ゴキブリに金奪わせることできるんじゃね？コックローチキングで。ハーベストだな。これはゴキ。ゴキ以外ないだろ。ハーベストみたいにして大量に金集めるわ。久しぶりにこの手のスレで悩める二択。天上天下にいたな、そんなやつ。ゴキに小銭集めさせる。コックローチキングで落ちてる金拾わせてくる。ゴキブリで情報盗みまくりやん。できる限り楽をしたいから10億で。コロはゴキブリだどう。使い方次第では国も取れそう。視覚、聴覚、触覚を共有中に叩き潰されたらどうなるのと。痛い。通覚は共有してないから。ゴキブリが集めたお金を触りたくない。ゴキブリの大群を率いて護身に使えるな。コックローチキングやな。コックローチキングをうまく使えば金も手に入るやろうし、大体のことはコックローチキングでなんとかなる。コックローチキングで世界取れるやろ。ただし他にコックローチキング使いがいないことが条件。コックローチキング同士のバトル想像してはろた。コックローチキングは世界に一人しかいない。でもムカデキングやゲジゲジキングがいるかもしれん。怖すぎるわ。アリキングですらものすごくヤバい。10億もらってゴキブリが寄りつかない家建てます。ゴキ選んでゴキ絶滅させます。視覚ってことはローアングルか。聴覚ならいろんな音も聞こえるんだよな。契約者かな。感覚共有もできるとか最強じゃねえか。ダーカーザンブラックにいたな。ダーニャかな。ゴキ以外選択肢がないけん。金盗まないでどっかに所属して情報集めてれば、いくらでも金入るでしょ。コックローチキングって面白い名前やな。これはゴキ、応用が効きすぎる。海外のゴキブリ操作してライブ会場に潜入させればワイヤレススピーカーやで。どれだけゴキの耳がいいかだな。イカは目が良いらしいけど、ゴキの感覚共有しても質悪そう。コックローチキングな。コックローチキング言いたいだけだろ。コックローチキングって何？コックローチングかっこよすぎはロタ。ゴキで脅迫すれば10億などたやすい。誰を脅迫するんだ。恐怖症のやつ全員。どっちもくれよ。視覚聴覚触覚がどんくらいの感度なのかにもよる。あいつらを使って交尾させてどんどん増やせば、いずれゴキの世界の支配者になる。世界中のゴキブリ集結させれば一国を滅ぼせそう。まあ可能だろうな。世界中のゴキブリって何匹くらいいるんだ。生命力とスピードを兼ね備えた害虫王。パワーパフガールズで見た。害虫帝王になろう。家に出ないようにする契約を結ぶ。違反したらその時は。冬になったら日本じゃ使えなくね。動きが鈍くなるだけだぞ。海外から呼べ。虫使いとかかっこよすぎんを。ゴキを融合させて美少女誕生。中国あたりがすごいだろ。足も操れるんなら売っても受けられるだろ。待てよ。オスメス関係なく操作できるなら、交尾させて触覚共有で廃人になれるのでは。どっちももらえないのに、お前ら無駄な議論好きだな。コックローチキング。ツアー。ほう。ゴキブリ使いか。俺の勝ちだ。食らい尽くせコックローチ。スパイダーキング。ガサササさ。何？俺のコックローチが食われた。お前まさか。足高雲。さ。ってなったら勝てないので10億で。数が全然違うやろ。それ系で一番怖いのはビーキングだろ。オオスズメバチを自由自在に操れるとか強すぎる。お前ゴキ先輩舐めすぎ。細かいけどビーはミツバチ、スズメバチはホーネット。アントキングがマジで強そう。猫を操る能力で対抗しよう。合わせて昆虫王でいいんじゃね。それは強すぎる。コックローチキングで世界征服できるな。街に1億引き放てば、パニックで経済止まるしな。メダカボックスみたいな名前だな。ゴキブリ死滅させる技するわ。
じゃあゴキブリを分裂させまた復活する技も習得するわ。コックローチキングキング持ちを10億で倒せるか。厄介なのは、能力者の特定が不可能に近いところだよな。デスノートより厄介。思考だけで操れるのだから、明らかにヘマをしなければバレようがない。破滅願望ある奴がイナゴキングになると、世界の農業破壊し尽くしてすぐ人類衰退する。10億を一遍にもらうより、害虫駆除業者でもやった方が安定した生活を送れそう。ぶっちゃけ能力者の特定さえできてしまえば、スナイパーライフルとか爆弾とかでいくらでも殺す方法はあると思う。ゴキブリを壁にするにしても限界がある。特定するとしたらゴキブリから何かを受け取ったやつだな。キング同士の争いは生産だろうな。数億の壁で守りつつ、しごきで止める。俺はムカデキングで。ムカデは単体ならゴキブリより強いけど、操れるとなるとゴキブリの方が強そう。素早さは圧勝だしな。毒あるんで。もし能力持ちがいると知られたら、国家と戦うことになるのは明確だな。全世界相手取っても戦えそうなのが怖いところだ。バレなければ世界征服もいける。個人特定されたら終了。兵士が叫びながら、迫り来るゴキブリの大群にライフル乱射してる絵が浮かんだ。コックローチキングって言いにくいわ。ゴキングでいい。日本だけで236億匹もいるんだとよ。なんだと。ほんと？これは強い。へえ、マジかよ。世界で1兆匹らしい。その程度か。人間のたった250倍。日本は面積狭いしね。全世界だと1兆4853億匹いるらしい。しかも操作できるなら人為的に増やすことも可能だろうし、やべえなこれ。簡単な国家？子孫を増やせと命令すればそれでオッケー。俺が操って全部火の中に放り込んでやるよ。しかし例えば10万を一度に操作できないだろうし、多数に命令与えると単純なものになりそうだな。コックローチキングだな。ゴキブリを使ったマジシャンとしても食っていける。俺だったら絶対見に行かん。もしゴキ使いになったら、初めに殺虫剤メーカーを潰しに行く。10億もらっても、騙し取られたり、なんやかんやですぐ減りそうだし、残りの財産を気にしながら生きて行かなちゃいけない苦悩もあるんだよな。明らかに後者のが便利だけど、ゴキブリと感覚共有とか考えるだけで死にたくなるから10億。コックローチキング、うまく使えば10億以上余裕で稼げるやんけ。ゴキやな。でもダニを操れる能力者には負けそう。世界探せばクッソでかいゴキブリとかもおるやろ。てか、この能力使えば全てのゴキブリを根絶できるんじゃね。そういう使い方もできるけど、10億と引き換えにゴキブリ絶滅させるほどゴキブリ嫌いなのか。それじゃ10億もらった方が良いだろ。普通に細菌とか運ばせれば、国滅ぼせるんじゃないの。俺は知らなかった、感覚共有がどういうものか。そして、毎日世界で何匹のゴキブリが殺されているかということを。任意だぞ、感覚共有は。じゃないと世界中のゴキブリの視覚と聴覚と触覚が一斉に流れ込んできて発狂するだろ。ゴキブリ駆除業者になって、1時間くらい家の中で何かしてるふりするわ。気に入らない奴の家でひたすら繁殖させる。恐竜とか考えただけでおぞましいんだが。地上の支配者ゴキキング。家や飲食店からゴキブリ消します、だけで10億稼げるな。つまり、街歩いて勝手に涙が頬を伝ってきて、また世界からゴキブリが一匹消えた。とかいうようになるのか。なおその間に30匹生まれてる模様。わろた。応用力は半端なさそうだな。波の人間相手なら拷問にも使えそうだし。そのうち人間じゃなくなりそうだな。はてな、これならやれる。一丁の駒を自在に操れるとかチートだわ。リア充とも泣かす。冬のディズニーランドがゴキブリで埋め尽くされるとか胸熱。わさわさ女を添えるじゃん、とか思ってた俺に世界征服なんて無理だな。昔、ゴキブリを自由に操れる能力で戦う敵キャラがいる漫画があった。ゴキで女の子のオナニー盗みにする。さすがにゴキブリで女の子触るのはかわいそうだわ。なんでこんなに伸びてんだよ。視覚を共有すると、大量のゴキが目の前に現れるというおぞましい光景が。自由自在に操れるのならゴキブリもかわいいかもな。キング、待て待て待て、味方の死体を食うな。ゴキブリだな。駆除業者を起こすわ。視覚共有しながら飛行させればドローンになるで。うまく使えば核兵器並みだな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。